世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は5月5日で、そして私は、この何度か話しましたが、巻き爪の手術をしてですね、右の親指の爪を取り去ってしまったんですね。そういう状況であります。今日の聖書の場所は、求めなさい、そうすれば与えられますです。それで、何人かからは、この痛くはないですかとこう言われてるんですね。で、今のところ痛くはないのです。それは私が祈っているからですね。ですから今のところ神様は痛くないようにという祈りを聞いてくださっています。私はですね、何度か非常に痛い目に遭ったことがあります。スキーキャンプで足を折ってしまい、そしてその足の折り方がひどくて、そしてレントゲンの人がこれはひどいと言ったような状況でしたが、病院に行って先生に相談したところ、入院と言われたわけですね。で、入院となったんですが、入院患者が多いので1週間ぐらい待ってほしいと言われて、でその時にですね、必ず痛みが出てくるからということで痛み止めと座薬をもらっていったんですね。しかしその時私は痛まないように祈りました。そうしましたが痛まなかったんですね。そしてですね、痛み止めと座薬を一度も使いませんでした。神様は思ってくださったんです。何度かそのような体験を持ちました。しかし逆にですね、痛くないようにと祈って、痛みが出た場合もあります。今私は思っています。痛みがなくなった時は神様の特別な痛みがなくなるという祝福を与えてくださった。だ、痛みが残る場合は、痛みが残るという事柄を通して主は祝福を表してくださった、このように感じております。皆さんが痛みの祈りをした時に、亡くなったならば主を崇めてください、亡くならなければ感謝をしてください。その中にも神様の特別な御心と御業があります。私は今、痛みがないことを感謝しています。主はその恵みを与えてくださっています。もちろん痛みは出るかもしれません。それならばそれも感謝です。主は時において良きことをなさいます。どうもありがとうございました。